鳥のことだ。金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければ、あの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。止まれ、浪人。何用で参った？浪人ではない、酒井仁と申す。侍ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤佐だ。さあこちらへ参りましょう。まず御前にご挨拶。このお方が産木御前です。産木谷へようこそ。蒙古に知られておらぬようですが。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあ、御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。
お主が五郎か。だったらどうだったんだい。そういうあんたは酒井と申す。何？侍はみんな死んだろう。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せとことづかった。志村様が何をしろって？本土まで下踏みを届けろ。ああ、そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことだ。駒田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ？そう思うのなら覚悟を決めて戦いに手を貸せ。だけど戦える侍がいないだろう。加勢は得られる。お主が下踏みを届ければな。俺んちはここだ。入りな。もうこの囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。五郎、開けろ。今日こそは金を返すまでこっから動かねえぞ。まずい。俺が出てやろう。お主は行け。おお、そりゃ助かる。浪人が何用だ。あ、これはこれは、なぜ五郎の家なんかに。なんだと。いや、出直します。ノリオだ。だが他の僧がおらぬな。守備は？はい、お伝えします。麦谷で五郎を見つけました。酔っておったか。覚ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下踏みの使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけよう。よし。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合ったいきさつは。御禁制の唐の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。罰する代わりに恩を売ったのですね。腕の良い先導は得がたいからな。もうこの囲みは熱い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。血を恐れてはならぬ。
勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは、よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。物見の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねば。止まれ。ここからは歩く。水戸だけ取りで、我が父が槍川家から奪ったものだ。今や猛虎の砦。侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです。死ぬおつもりですか。いいから下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いていくぞ。良いな酒井。猛虎は手強い敵だが、不意さえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分。残りは切るのみだ。猛虎の兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。
しろ。そやつで最後だ。行くぞ、門へ進む。見上げた上達ぶりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。気を止めるな。切り捨てて進め。教えた甲斐があったわ。見上げた上手ぶりではない。行くぞ。
せ。やぐらへ押し通れ。進め。使ったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこの火槍も敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。もうこの船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。来よったか。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったものよ。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。
いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍が着くまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。酒井家の鎧を手に入れ、槍川に加勢を頼む。義のある友とやらも連れていく。ユナに会い、近江村で鎧を得ます。終わったら我が久原の陣所に来るがよ。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。